は3本目です。やはり左サイドからメインスイングのボール、キッカーは藤村。コーナーキックから今シーズン4得点の強い金沢、すべて藤村のキックからです。さあ真ん中ヘディング決まった、杉浦のゴール。先制点は制限金沢、杉浦恭平令和初ゴールになります。 J リーグ令和初ゴールは、記念すべきゴールはこの制限金沢の杉浦、歴史に名前が刻まれます。いや、狙い通りのコーナーキックですかね。ニアキーパーの前で触るっていう、であそこに誰も福岡のマークがいないっていうことが分かった上での、まあまあ、やっぱり狙いとしたプレーだと思います。そこに蹴ったキッカーの藤村選手のキックも非常に良かったですし、ドンピシャリでしたね。まあ、先ほどのゲーム中のプレーもセランティ選手結構出てくるっていう